ロシアンお月見団子サバイバル。よろしくお願いします。エラハルミとドスとモチです。はい、というわけで、はい、秋ということでお月見に絡めた何かをしたいなと思った時にですね、まあ、お月見団子というのがありまして、やろうと思ってね、わざわざこの発泡っていうんですかね、をアマゾンで買ったんですよ。2000円もしました、これのに時期を伸ばしてました。なんと9月の中旬でした、お月見っていうのは。現在が9月の下旬で、今回それぞれ5つずつロシアン団子を作ってきました。でも、まあ、カイト君は1個失敗して4個食べてしまいました。なるほど。爆発してとりあえずやっていこうと思います。はい、というわけで今回はお月見団子ロシアン迷ってるよ。食べていこう、やっていきましょう。あー、いいのかよ。全然言わなかったけど、ここからあなたが進めてください。はい、とりあえず一人ずつ順番に食べていきましょう。誰からいきますか？我こそはってやついない？いない。はい、いるわけがない。最初はグー、じゃんけんぽい。チョキが刺さった。これだけパン。あ、ほんと？いや、負けっから時計回りで、カッチコチの、食べますとか言えよ。動画撮ってんだよ。はい、じゃあ食べます。はい。うわ、でかっ。硬そう。おー何やの。違う違う。うん、なーに。これはうまい、チョコレート。おお。無難か、1個目は。まあね。じゃあ時計回りなんで乗せか。マジかよ。味怖いからね、本当に。なんか綺麗なやつ食いたい。でかい。でかいなぁ。いきまーす。それ中身いく？なんだこれは。なんか魚みたいなの入ってる。サバみたいじゃない？これサバだ。これ誰作ったの？これ僕が作ったんですけど、多分キャットフード。やばこいつ。サイコじゃん。いやでも食べれる、ちゃんと食べれるやつ。マジで。猫がな。猫がね。おー、いった。いただきます。怖っ。分かったかもしれない。何？チョコボール。ピーナッツ。正解。おー、ビッグチョコボール。おいしい。わー、いいな、当たりじゃん。いただきます。はい。だってモンチ嫌そうな顔してんもん。え？何？怖い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 。何？怖い怖い。見てて。ああ、でもこれあれだ。これあれだ。あんこ。そう、粒あんです。わあ、超絶大当たり。めちゃめちゃシンプルなやつです、僕のこれは。粒あん嫌いなんだよ。いや、それは嫌いだよ。シンプル、キモ。何が？シンプルに、もちの作った団子まずい。いや、何が？え、かった。え、でかっ。もうちょっと中身だ。もう中、こ、なんか、むっかむかふうふうふう、ふうふうな気がする。中身は離乳食なの、俺らおなじみの。うわ、なんだけど、まあまあ、で、後で言うわ。な、怖っ。それは後で言うわ、まだ。やばっ。あー、入ってるね。じゃあ一口でいただきまーす。ん？なんかいる。いやー、硬いのがいる。顔がかっこよくなった。発表します。はい。なんか冷蔵庫にあった、うん、なんか千葉限定のハイチュウです。おー。ちなみに言うと美味しくはない。そうなんだ。土星だね。土星。いきまーす。これもう俺ですね。余裕やん。これは当てられると思うよ。なんか中になんか入ってる感じじゃないの。本当にわかんないかもしれないね。マジ？醤油です。いや全然しない。本当全然味しない。なんでなんだよな。カーテンスに。なんだ、なんかそのまま生地。これこういうの入れてない？もしかしてこういうのは入れた？入れてない。うわ、じゃあなまじゃない。ちなみにこれはプレーンです。普通に当たりを作ったんだけど生だったよ。最悪やで。うわ、321、一口いけ。え、なにこれ、苦っ。苦くない。うん。
それは僕ですね。お菓子作り用の円形のチョコを砕いて入れました。当たりです。当たりじゃん。あらこれ、うわこれ絶対カイトじゃん。カイトバカだからさ、こいつ外れしか作んねえんだ、バカだから。口長すぎる。わかんか、なんか痛い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 。入れたお前。痛いね。あー怖い。激辛ラー油みたいな。あ違かった。マジ怖い。チーズ正解。よーい。ふざけんなよ。またやこれ。マジおい、なんか出てる。おい、ふざけんなよバカ。またヒブリスだよ。これは実はね、ミンティア の、 あの最上級のタブレットめちゃめちゃ入れたやつなの。さっきのは全部入れちゃったら大きすぎるなと思って半分に割って、その中に離乳食を入れたからなんか2個混ざった感じになっちゃっただけで。やばっ。いただきます。いただきます。あ、間違えた。え、いただきますって言っちゃった。何お前は。すで間違えたよ。なんだこれは。デスソースですね。おい、デスソースって感じ、なんか聞いたらどんどん辛くなって。分かってんだよな。あ、よかった、これで一番嫌なやつがなくなるわ。嬉しい。うえぇー。何、草入ってんだけど。何これ、パクチー。うわぁ、俺絶対やったわそれは。じゃあ俺カイトの行くわ。うん、ハーフトゥー。ってことは固形だ。うん、なんだ、チョコボールだ。チョコボールだ。ふざけんなよ。やったなー、助かったー。当たり。クレーンを刺してかぶった人がじゃんけんで決めていけばいい。なんだその方式さ。せーの。おーよし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 。ええ、ハルキは刺さない。刺さないよ、食い終わったもん。カズお前だけ1個少なくならん。そうだよ、そうだよ。なら別にみんなでやった方がよくない。最初はグー、じゃんけんぽい。やー、最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。やーってなよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あーなんでそんなに怖がってんの。チーズだ。そうです。チーズ、あー、チーズバキって言った。めちゃくちゃ。お前さ、待って、きつ、これきついっしょ。生やばきついっしょ。持ちだよ。そうだな、最後だよ。いただきます。一口の方がいいよねこれは。うん、うん、あ、うえ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 。味は味。いや別に普通の団子かな、多分。なんかそういうリアクションもできない味だわ。まずいって感じのリアクションでもない別に。はい、はい、見た目だけ異常にヤバいから絶対にオチに持ってかれるけど、実際食べてみたら全然オチ落とせる味じゃなくてめちゃくちゃ食べてたら困る団子ですね。おい、だけんね。クソ団子じゃねえかよマジで。何よりもきつい団子だこれが。落ちない、まだ落ちないよ。お、どうすんの。3 2 1。ねえ。